小学校の PTA の会員が集まって立ち上げた太宰府リコーダーアンサンブルによるミニコンサートが太宰府にある誘致山荘で開かれました。太宰府市の誘致山荘で行われた太宰府リコーダーアンサンブルのミニコンサート、自然豊かな太宰府の山あいに立つ古民家誘致山荘で練習を積むメンバーたちが日頃から研鑽を積んだ成果を披露するほのぼのとしたステージです。太宰府リコーダーアンサンブルは29年前に太宰府小学校の PTA 会員が集まって立ち上げたグループです。現在は7人のメンバーで学校や公民館などを会場にリコーダーの魅力を伝えるほかミニコンサートを企画しています。リコーダーの魅力を実際に聞いて感じ、ぬくもりのある音色を表現できるよう、演奏するほとんどの曲には独自のアレンジを加えています。今回のコンサートではギターの音色も加わり、昔ながらの名曲から流行曲まで48曲を披露しました。また、ソプラニーノ、グレートバスなど6種類のリコーダーを使い、臨場感のあるコンサートを演出しました。Thank you.
こんな素晴らしい古民家の中で、はい、お食事しながらまたこんな優しい音色を聞いたら本当に心が癒されま す, す、ね、素晴らしいですね。珍しいし、ほんで本当のこう演奏がね、こう山の、ね、ちょっとしたところで聞けるということが非常にいいなと思ってね。太宰府市有地山荘で行われた太宰府リコーダーアンサンブルによるミニコンサート、来年はグループ結成から記念すべき30周年を迎えます。1年後のコンサートに向けてますます音色に磨きをかけたいとメンバーの皆さんは意欲を見せていました。